ございます。どうもドラヘイです。皆さん朝いかがお過ごしですか朝いかがお過ごしですか。僕は昨日はね、ケントの面談がありまして、まあ無事終了したわけなんですけど、まあね、自分の率直な気持ちですかね、怒りの気持ちとか職場に対する不安、あれなんかこれ昨日と話したことなんかなと思うんですけど、事前にねこのラジオスタジオポッドキャストの収録を行うときに宣言したおかげで、しっかりねその夕方からの面談においてしっかり自分の意見とか気持ちを伝えることができたと思います。なんか宣言してねやるっていいことだなと思うんですけど、まあね皆さんもねどうですかね、なんかやるぞやるぞやるぞって言ってね、なんかな自分の中だけでなんか気合を入れるよりかはこうやってねポッドキャストとかこういった SNS を利用して外部に宣言して自分を追い込むっていうやり方も悪くはないかなと思っております。今日はですね、僕はねジムにまあ1日おきに来るっていう目標で来てまして、まあなんとか1日終えることができたんですけど、まあ主にショルダープレス、チェストプレス、ローイングっていうのを行いました。あんまりね重量はまだ伸びてないんですけど、前よりもねなんかやれる回数が1回だけ多くなったかなっていう、まあ、記録結構適当に取ってはいるんですけど、前よりは少なくとも1回は多くはできてるかなっていう気がしてます。なんかね、自分の成長を感じるとともに、なんか、ただね、ちょっと、自分の成長は感じてるんですけど、着てる人でね、フリーウェイト扱ってる人結構ね、体がガチガチに出来上がってるような、すごい二の腕やし、背中も、背中の広がりもある人がいて、まあね、僕ねちょっとフリーウェイトまだよくわからない、やり方もよくわからないんで、どうやってやればいいかわからないんですけど、まあね時期挑戦していきたいなと思っております。僕もムキムキボディになりたいです。それでは皆さんごきげんよう、さようなら。